俺はこのやつどうしたんだよ、この野郎。めんどくせえな、クソガキどもがよ、チンポ野郎どもがよ、なんだったんだよ。おい、どこにいんだよ、俺がよ。おい 汚いねえとか、きれいだとか、そういう問題じゃねえんだよ。んほら、ソファーもあるんだよ、ほら。どうしたよ、ほら。ああ、そ、臭いとかじゃなくて、ごめんなさいじゃないの。家からできてねえとか。おい、ごめんなさいができねえのかよ。おい、お前らやっぱりダメだったな。じゃあ、俺、これ、これで放送終わるわ。 やっぱりお前らはダメだったよ。ごめんなさいができねえんだから。ああああああ価値格だよ、これ。こんなの。ああ。 はい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 。はい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 、はい。何かありますかこれ。録画じゃないですから。じゃあ、お前、なイエーイとか言ってみろ。俺イエーイって今やってっからや。んピースお願いとかよ。できねえのかやめえ、ごねえ。 ダメだ、お前ら。やっぱり。もう負けなんだからよ。やめとけ。ちゃま、イエイ。イエーイ。イエーイ。みんな見てる、ウェーェイ。はいはいはい。自分なんか映さなくていいんだから。あん。価値格です、完全に。はい。 はい。はい、もうもう。これでカチカチですから。はい。だから、お前ら、なあ、俺だよ、お前、ユキチとかが、なあ、ふかしこいてのがきたれてたのも全部お前詰めちゃうよ、あいつらのこと。なあ。おい。俺がなんで家でやってなかったか。ずーっとやってなかったか。あ 誰がどんなこと言うかを黙って見てただけだよ。<laughs> <laughs> えー、契約違反なんだこれ。ああ。クソ野郎が。俺悪いけど、早急飲んでっからよ ああ。ちょっと落書きもしてんだよね。今度どんな料理作ろうかなとか。うん。いろいろね。ああ、うまい。ね、縮みなんかどこに書いてあるの ああ、これね。うん。ちょ、おつまみちゃんだから。うん。えー、字うまいそんなうまくないよ、これ。見て、見て、見て、見て。俺字平坊だから。これ、書くよ。ねえ。 はい。<laughs> アンチギブ。へぇ、フェッフェー。俺左利きだから、うん。<laughs> ンチぇ、ぇ、ぇ、ギブ。へ <laughs> ぇ、フェッフェー。なんだ、お前ら。ごめんなさい。一人もいねえんだから、うん。ギブったね、お前ら全員。 ああ、バカがよ。ごめんなさい、しろよ、さっきからよ。家じゃねえだろ、とか言って、のが来たらてたやつよ。ああ、私ピンクのサウスポーだから。うん。ああ佐野なんか映さなくたっていいんだよ。 残念だったら、これで YouTube に上げても面白くねえもんな。佐野の顔が映んねえとな。えおねえやろ。バカはバカだな、お前ら。えおいちゃんは、タバコ吸いながら酒飲んで、朝から元気モードだよ。 松茸茶。うん。じゃあ、こないだよ、ちょっと買ったんだよ。これうめえじゃん、と思って。うん。そうそうそう,そう。だから言って言って。うなちゃん。ねえ、ピースしてとか言われたら今俺動画ですぐ出すから。あの、画像に指だけ出すから。ああ。 ねえ。顔なんか出す必要ねえじゃん。ええー、残念ながら出しません。こんなの YouTube なんか開けても面白くないからね。うん。ずっとハイザロのタバコ映してりゃいいんだよ。ハイソじゃねえから全然。アンチ小僧おとなしくなったと、だってもう言えねえんだもん。だってごめんなさい言ったら、いいけどよ。 素直じゃないよね、こいつらね。ほんとね。だからそういう奴らなんだよ。基本。また勝っちゃったよ。ああ。中身ないだからさっき言ったやんよ。だから、ね。さっき NHK の放送見てさ、なんかさ、日本人も結構バカなんだなと思って。 特にあの、なんか、あの、原発の被害者の連中とかさ、核兵器廃絶とかさ、核兵器なんか廃絶できるわけねえじゃねえかよ。いや、ぶっちゃけ言っていい核兵器は、そこそこの国が、そこそこに持ってりゃいいんだよ。いや、映してやろうほら。 はい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 いつもですはい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 ,い,い,いなんですか、うん、お前らに俺の顔は映はないかいいやい本は持はなくていいんいってだからテッドよ持たないかい核兵器廃絶条約に参加しないっいいういもありなのい VR だったら、なあ、1だの2だの言ってみろよ、俺指で刺してやっからや、ね、この野郎。んいや、俺はね、ザラブダメだ。核武装はしちゃダメだ。日本はやっちゃダメだよ、そりゃ。 うん。それは日本が敵を作るってことになるからな。ましてや日本なんていうのは今、あの、尖閣だって、ね。それこそ北方領土問題だって、いろんな領土問題を島国だから抱えてんのに、ね。核武装なんかしたら、 他国がもっと締め付けてくるぜ。なよよ別に。核なんか持たなきゃいいんだよ日本は。俺は核は核兵器な。 核兵器持つことも反対だし、あの、原発は徐々に、あの、あの、捨てる方向で持ってった方がいいと思うよ。うん。またそんな右翼みたいな大日本帝国復活とかさ、お前だからダメなんだよ。お茶いらっしゃい。何んでお飯 お店やらないんですか行きちが怖い。あ、行きちはできんだから怖くないよ。別に。うん。いや、プルトニウムっていうか、それはもうさ、使い捨てのやつだから。うん。え、おいちゃんは平和主義だよ。 俺はね、俺は別にだって、海外の国が何をやろうが、そんなのどうでもいいと思ってるもん。どんでも、どんでもいいと思ってまーす。はーい。 アンチ君のみんなはね、それなりにいろいろ。いや、震えてんじゃなくて、あの、固定してもいいんだけど。うん。ああ、政治ネタ興味ないんだ。俺めっちゃ興味あんだけどな。っていうか、バイデンくせ者だからやべえけどな。むしろあの、トランプの方が面白かったけどね。 日本的には。いや、じゃトランプも別に俺は好きじゃないけど、楽ってわかりやすいっちゃわかりやすかったよな。うん。うん、どうだろうね。 いやいやいや、みんなと、だから、あ、ごめんね。ごめんね。あのー、転換の真ちゃんはお前政治の話は全くわかんないから。うんで。あと、お前の、あの軽自動車、めっちゃ脇が臭かったんだけど、お前臭いんだよ、ほんとに。ね。やばいぜ、お前。 いや、めっちゃ臭かったから、俺。マジで。黙ってたけど。この車、こんな臭えわと思って。ああ。やべえよ。ああ。めっちゃあるやん。その火消し。そう。これが一番いいんだぜ。あのね、俺、タバコの本数が多いから、 リボルバータイプにしてんの。うん。ご飯持ち込むなよ、じじイそれ、あの、ベンキマン、それ、あれでしょ餃子と飯買って持ってきたあのバカでしょ転換、転換おじさんでしょうん。 大体さ、あいつ冬でもクロックス裸足入れ履いてるようなバカだからね。うあ,あ、そりゃ勘弁してくださいよ本当に。親指つみ爪水虫になってるしさ。うん。勘弁してよ本当